どうも、ミネイです。今回からこのデジモンストーリーサイバースルースハッカーズメモリーをプレイしていきたいと思います。まあプレイするのはサイバースルースの方からなんだけど、やっていこうか。初めからで、サイバースルースの方はキプレイなんですけど、せっかくだからね、もう最初からやっていこうと思っております。ようこそデジラボへ。どうも。ここはデジタルワールドとかすかに交わる電脳空間の狭間よ。ここに来られたということは、あなたにはここに刻まれた運命にアクセスする資格があるということね。それなら選んでちょうだい。この二つの運命、どちらの枝葉をたぐるのか。あなたの前にあるのは、現実世界と電脳世界が交わることで起きるある物語の記録よ。時を同じくして起きたこの物語を、それに巻き込まれた二人の人間の視点を通してあなたは見ることができる。お互いに立場も違えば、物語の中で果たした役割も全く違う。この二人、どちらの視点でこの物語をたぐるのか、さ、選んでちょうだい。そうだな、やっぱこっちかな。一応ね、まあ続編というかこっちが出てこれなんだけど、正直キプレイとはいえめちゃくちゃ面白かった記憶があるんで、まあ内容ちょっと断片的にしか覚えてないんでやっていこうか。これで選択はなされたわ。あとは定められた運命が導くままにお行きなさい。それじゃね、また物語の中で会いましょう。エンジョイチャット、ようこそエンジョイチャットへ。チャットルームを選択してください。チャットか、昔はよく入ってたな。BB パスワードを入力してください。バスボムかな、長い。わかるけどさ、そんだけする気持ちも。そうか、一般的な世界ではなかったのか。そんないろいろできるんだっけデジモンって。狩られた。狩ったりするもんなのか。野放しのデジモンね。ナビットくんがログインしました。入り方を考えろよ。エデン。やんやん、皆さんこんにちは。この入り方する。公式マスコットのナビットくん。そう言われると結構ビビるよね。モノホンのハッカー。まあ運営だったら鍵とか関係なく PR できるんじゃないの。全然乗らないな、みんな。
ファンタジーが逃げてった。一番ちょっと押してたのに。これが俺かい。俺こんなんだっけ？俺こんなんだっけってなんだ。この後もチャット仲間、アッキーのブルーボックスと深夜のおしゃべりは続いた。いつものように緩い話題で取り留めもなく、やがて窓の外が白み始めた頃、その日エデンで会う約束を交わし、ようやくお開きになった。そして昨日とあまり変わらない今日を過ごし、約束した時刻は近づいて、名前か、男性女性どうだっけ、どんなんだっけ女性。俺前回プレイした時男性でやったんだよね。女性かな。このキャラとデジモンが並んでるのを単純に見たい。なんで、まあ、デフォルトでもいいんだけどな。これでいこうか。こういう時男性女性両方名前持ってると便利だね。サモが男性名ちゃう女性名かどうかって微妙だけど。やっぱこうなんていうんだろう、サマーウォーズチックだよね。まあ僕らのウォーゲームと監督一緒なんだけどさ。革新的なサービスの数々を提供する新世代型デジタルコンテンツです。ショッピングから映画などの各種エンターテインメント、企業間の商取引から行政機関の手続きまで、めっちゃ便利。皆様のニーズにお応えし、皆様の生活の一部となるサービスを本日も心を込めてご案内させていただきます。従来のネット画面上でのやり取りではなく、アバターを介しての直感的なバーチャルリアリティ体験と最先端の電脳空間サービスを心ゆくまでお楽しみください。セカンドライフみたいな感じかな。世界をつなぐ、未来をつなぐヒューマンネットワーク、上白エンタープライズが運営しております。 VR チャットか。すごい、なんかあんまり嬉しそうな顔じゃなかったな。スカート短っ。エレンとナス、ここは待ち合わせの約束をしているエリアだ。約束の時間より早く来てしまった。アッキーノとブルーボックスの2人はまだかな。探してみる。お、なんかブルーボックスっぽい。2人とチャットルーム以外で会うのは初めてだ。お互いアバターを知らないけど、話しかけてみればわかるはず。エリア内にいるエデンアバターにそれとなく話しかけてみよう。逆なんみたいな感じに思われないと。そこの矢印マークの丸いのが発着ポイント。エレン内の別の場所に行きたいときはそこを調べるといいよ。は？なんかよ。エレンにはハッカーが集まるエリアがあるらしいわ。そんな危険な場所、上白はどうしてさっさと削除してしまわないのかしら。上白って言うんだ、運営。不気味なハッカー。ハッカーって書いてんじゃねえか。っていうか、カメラ動かせないの不便だな。あそこにいる男、あれハッカーじゃないか。近寄らない方がいいよ。おーい。誕生日に携帯型のデジバイスを買ってもらったの、いいなぁ。あなたのデジバースはゴーグルなの？それもいいな。あ、いろんな型があるんだ。次はそれを買ってもらう。金。おい、甘やかすな、お前。デジバイスはエデンへのログインに必要だし、通話もできて便利だけど、娘に持たせるのは早すぎたかな。ちゃんとセキュリティをかけておかないと。セキュリティね。お前か？噂だけど、エデンに幽霊が出るらしい。幽霊？なんでも白い少年の姿をしている。けど、よく見ると顔面だ。画面のテクスチャーはぐちゃぐちゃで、手足はうごめく触手で、実はその正体は灰夜闇の邪神。
ニャルルラトホテプってやつかい？あのニャルコさんしか知らないんだけど。俺たちのアバターも取って食うとか、あくまで噂だけどね。そうかい。全然アッキーノ的なやつがいらないんだよ。いらないじゃない。いないんだけど。あ、なんか落ちてる。グミモンメダル。これってなんだっけ？メダルって。てかデジモン持ってねえから。セーブどこでもできんのか。オッケーオッケー。アイテム。デジモンメダル。ああ、これ単純に持ってりゃいいみたいな話？でもそれっぽい人いないよね。お前絶対違うだろう。僕、エデンアバターの方が速く走れる気がする。まあ、アバターで不自由なことはないだろう。友達を探してる？ここにいなければコミュニティエリアじゃないか？エントランスと同じオープンエリアだから、発着ポイントからいつでも行けるぜ。え？いなかった？二人らしきアバターの姿はなかった。やはり来るのが早すぎたようだ。約束の時間まではまだ時間がある。他のエリアに行ってみよう。俺もよくやるわ。待ち合わせとかで早く着いたら周辺探索するわ。行こうか。コミュニティエリアに行けるようになった。これか。コミュニティエリア、静かで落ち着くお気に入りのエリアだ。ん？デジバイスの同期機能に着信だ。誰からだろう。運営か。いや、僕だよ。ナビてくんだよ。ちょっと遅いよ君。遅刻だよ。急いでクローンのガラクタ公園まで来てよ。お友達二人は先に来て待ってるよ。みんな揃わなきゃプレゼントあげないよ。じゃね。クローン、ハッカーだらけの危険エリアだ。放置しとくなよ運営。まあいっか。慌てない。プレゼントってなんだろう。とにかくクローンのガラクタ公園行ってみよう。クローンには近づいたことすらない。どうやって行けばいいんだろう。クローンのガラクタ公園について知っている人がいるかもしれない。キーワード、ああ。錠前のアイコンがついたキャラクターに尋ねることができる。まあ、いろいろ聞いていくかい。広いな、ここ。なんか落ちてる。ミノモンのメダル。今忙しいんだけど。クローンのガラクタ公園。クローン行きたい？あんなハッカーだらけのエリア行きたいだなんて。君とはあまり関わり合いになりたくないな。その手のことを知りたいならハッカーに聞けよ。それっぽい男はエントランスにいたぞ。あ、いたな。あいつか。痛い目を見ても僕のせいにするなよ。自己責任だぞ。いいな。おーい。この辺の人話しかけられないのか。あ、最上層には政府の公共機関や名だたる大企業のエデン支社が。エデン支社？本当にきらびやかなエリア。それに対して最下層は古いゴミデータが集まってできたんじゃないかって言われてるぐらいに素晴らしいエリアだ。そのゴミデータの中には私たちを攻撃してくるウイルスプログラムみたいな危険なものもあるって聞いたわ。本当に迷惑なエリアね。ウイルスプログラムか。あ、ウパモン。それ最新のデジバイス？かっこいい。それがあればいろんなことができるね。ちなみにデジバイスはデジタルデジュリスタンダードデジバイスの略だって。あ、デバイスか。の略だって。友達の親戚の知り合いが言ってたそうだよ。他人だな。
思いっきり足りんだわ。とりあえずさっきのエンドランスに行ってみるか。向こうの人も知ってんのか。クローンのガラクタ公園行きたい。お前自身が望みそう決めたんだな。なら導いてやる。これがかの知恵の URL だ。受け取れ。 URL ゲットした。超笑顔。これでクローン行ける。向こうの子はダメなのか。クローンレベル1。いいのか。これがブルーボックスだったらめちゃくちゃ面白いけどな。君ひょっとしてアッキーの？あ、どうもどうも、アッキーのです。エデンだと初めましてだね。っていうか私シラミネノキア。よろしく。ネット上ですぐに本名を晒すなよな。あ、かわいいこのペア。なーい、遅いよ。何してたのよ、こんな危ない場所で。一人きりで待たされる身にもなったよね。それ先に行くからよ。ブルーボックスはまだ来てないのかって。来てますよ。来てますが何か信じられます？あいつさ、俺ちょい幽霊探してくるわとかとか言って一人でどっか行っちゃったんだよ。ついてきゃよかったのに。あいつそういうとこあんだよね。自己中的な。イケメンだからって調子乗っちゃってるみたいな。大体何？白い少年の幽霊？噂になってるだかなんだか知りませんけど、見つけてどうすんすか？っていうか電脳空間で幽霊なんて非科学的だし意味わかんないし怖くともなんとも。恨めしや。どうしよう。ちょ、ビビりすぎだっての。なんだ、新たじゃん。ただの新たじゃん。幽霊かと思った。ったく、チキンのくせに意気がってこんなとこまでのこのこ来てんじゃねえよ。その、こんなとこに置き去りにしたのはどこのあなたよ。あんたの血は何味だ。ああ、うっせうっせ。つうか初めてだよな、こっちで会うの。真田あなただ。ま、適当によろしく。全然俺名乗んないよね。失礼だよね。自己紹介くらいちゃんとしなさいっての。ね、もう分かっちゃってると思うけど、これがブルーボックスの中の人だよ。なんかイメージ違くない？あっちだといい感じに面倒見よくって頼れる兄貴っぽいじゃん。私もこっちで初めて会った時マジビビった。不愛想だし自己中だし目つき悪いし、ほらイケメンの無駄遣いっていうか。アホは放置で頼むわ。で、お宅を待っている間にこの辺りを探ってみた。俺らを呼びつけたナビット君がいないかと思ってさ。え、幽霊探してたんじゃないの？ま、そのついでにな。結局どっちも見つからなかったぜ。それどころか一っ子一人いねえ。いくらクーロンが危険エリアでもハッカーの一人や二人は。クーロンか。
俺ずっとクローンって呼んでたわダメだな、クーロンだな。あれか、クーロン城みたいな、そういうことか。やあやあ、お待たせ、ナビットくんだよ。集まってくれた良い子の君たちにプレゼントだよ。これは世界を変える力だよ。え、何これ。ハッキングだ。俺たち全員ハッキングされている。新規プログラムデジモンキャプチャーがインストールされました。俺のゴールを簡単に突破しやがった。やり手だな、ナビットってやつ。デジモンキャプチャー。最近ハッカーたちの間に出回っているハッキングツールだ。ねえ、デジモンってあのデジモン。ああ、オタクが興味津々だったそのデジモンだろ。ふん、特定のデータ、デジタルモンスターをスキャンしてキャプチャーすると。あ、やっぱデジモンってデジタルモンスターの略らしいぜ。デジモンってハッカーが使うヤバいプログラムなんだよね。じゃあ私たちハッカーになっちゃったわけ。そう言えなくもないかもな。まあいいじゃん別に、ハッカーなんざ今時珍しくもねえし。よくないでしょう。ハッカーってでも。やだやだやだ、ハッカーなんてやばいよ、絶対やだよ。なんかツール手に入れたからって別にハッカーなんじゃないんじゃないの。いらない、こんなプログラム捨てなきゃ。あれ、嘘、アンインストールできない。やめとけ、プログラムにプロテクトがかかってる。無理に削除すると何が起こるかわかんねえぞ。はい、何よそれ。ひょっとして噂の幽霊。逃がすかよ。あら、何これ、さっきまでなかったじゃん。どうしてこんなのが。これもハッカーの仕業。ファイアウォールか。先へ進めってこと。私たちを返さないつもりなの。まあ奥に出口あるかも、探しに行こう。行くしかないでしょ。はい、ということでここで一旦区切りましょうか。次回この先から進んでいきましょう。それではご視聴いただきましてありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。